タウン町田 TV をご覧の皆様、こんにちは、渡辺翔太郎です。今日は、ここミュージックパークに、出演させていただきました。ちょっと久々の出演だったんですが、寒い中、来てくれたお客様、ありがとうございました。今後も応援よろしくお願いします。そして、ここからお知らせが2点あります。12月4日の、14日ですね、12月4日三軒茶屋グレープフルーツムーンで今年最後のライブがあります。ぜひ、足を運んでみてください。それから12月9日は、新横浜ベルズというライブハウスで、企画ライブの方に出させていただきます。こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。また来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。